アミ TV。 こんにちは、木村亜美です。今回ご紹介するのはカンナムライカーラリーです。全部で3兄弟あるライカーのシリーズで、こちらにあるのはライカーラリーになります。先代モデルよりももっと快適にもっと遊べるマシンに生まれ変わりました。このカンナムライカーラリーがどんなマシンなのか、どこがどう変わったのかっていうのを皆さんにご紹介したいと思います。では行ってまいります。遊べる乗り物の代表格、カンナムライカーラリーの2022年モデルはどこが変わったのか。まず見た目から最初に分かるのはこの白い大きなホイール。往年のラリーマシンを彷彿とさせる白いホイールがさらにラリー感を醸し出していますね。走る姿もこの白いホイールがよく目立ちます。ラリーっぽさといえば、フロントグリルの部分にガードがついたり、車体の下には大型のスキッドプレートも装着されたりなど、これまでよりさらにオフロード志向になったライカーラリー。見た目も装備も頼もしくなりました。カヤバ製のフロント&リアショックを装備して、それぞれ4段階に減衰力の調整が可能です。ストローク量も増えたことで快適性と走破性の向上、そしてサスペンションを自分好みにアレンジすることで、もっとフロートさん向けのマニアックな走りを楽しめます。ライカーラリーにはアクラボビッチのサイレンサーが標準装備されたのも嬉しいポイント。サウンドは主張しすぎない大人の重低音がむしろスマートだと思いました。カナダです。ありがとうございます。はい、改めましてライカーラリー2022年モデルを今回お借りして走っています。私、ライカが日本に初上陸した3年前からずっとライカラリーに乗ってきたわけなんですよ。キャンプに行ったり、林道ツーリングに行ったり、もうお泊まりでちょっと遠くに走りに行ったりって、めちゃくちゃいろんなところを走ったんですけど、今回生まれ変わった新しいライカラリー、結構ね変わったと思います。私、乗り心地がね、まず断然良くなったシートがね、ちょっとね、厚みの増した上質なシートになったっていうことでね、座った瞬間からね、座り心地がめちゃくちゃいい。少しね、目線も高くなったような気がして、いや、気持ちいいですね。ロータックスの 900cc 3気筒エンジンを搭載しているんですけど、相変わらずね、加速感がね、気持ちいいです。スロットルレスポンスがね、結構ねいいんですよね。キュッて回すだけですぐにね応えてくれる、この気持ちよさ、機敏さっていうのは、ゆったりとラグジュアリーにクルージングを楽しむもよし、高速道路でちょっと追い越したい時とか、スポーティーに走りたいなっていう時は、アクセルをちょっとひねるだけですぐに応えてくれる、スポーティーさもやっぱり兼ね備えているのは、まあ、アグレッシブにも走れるなっていう風に感じましたね。トランスミッションは CVT なので、
まあ、いわゆる無段階変速になるんですけど、スピードに応じてギア比が自動的に変わっていくので、まあ、より走りに集中できますよね。フットペダルがね、ワイドでね、ちょっと大きめになったんですよね。アクロを走った時に結構車体をコントロールしやすいっていう、よりね、踏ん張りができるようになったんですよね。今ね、一番シートから遠い位置、こうね、ゆったりとした姿勢で乗れる、まるでね、あのクルーザーモデルに乗ってるみたいなね、快適さがあるんですけど、シートから一番近いフットペダルの位置を移動したら、ペダルに重心もかけながら走れるので、林道とかアクロを走るときなんかはシートから近い位置で設定するといいかと思いますね。でライカーのできることって結構私幅広いと思うんですよね。カンナムのシリーズの中でも一番コンパクトで小ぶりなシリーズになるんですけど、パニアケース、サイドケースをライカーに取り付けて荷物を運ぶ、キャンプに行かれるっていう方も結構いるので、カジュアルにコンパクトに手軽に気軽に楽しめるポジションにいるのがカンナムライカーだと思うんですよね。なんだろう、私の個人的なフィーリングなんですけど、ライカーラリーはオンロードで走るよりオフロードで走ってる方がなんかね、すごく元気なフィーリングをね、出してくれるんですよね。そもそもこのロータックスエンジンっていうのは、水上バイクやスノーモービル、あとオートバイ、そして小型飛行機なんかにも搭載されてるエンジンなので、それだけねパワーがあってアグレッシブ、そして楽しめるエンジンなんですよね。気になる方はぜひカンナムのオフィシャル SNS やホームページをご確認ください。この楽しさぜひ皆さんご体感ください。